やっほー、再び登場アメス様よ。今日はディレクターにたっぷり時間をもらったから喋り倒すわよ。あのアメスさん、たっぷりというほどでは。もう分かってるわよ。たっぷりそっくり適度にいい感じにやればいいんでしょ。たまにはこういうところでゆっくり話したいじゃない。最近みんな冒険や修行に出ちゃって私のこと構ってくれないんだもん。毎日仕事、ずっと仕事、塔の上で座りっぱなし。ねえねえ、そんな私に何か言うことない？どういたしまして。そうあっさり言われるとちょっと拗ねてた自分がバカみたいに思えてくるわね。ま、あんたたちの使命もわかるからいいんだけどね。だから私も頑張ってるんだし。ごめんね、一人で勝手に拗ねちゃって。最近出番がなくて寂しかったのよね。新しい世界での冒険応援してるからね。バシッと決めてきちゃいなさい。あ、でもたまにはお土産とか持って顔出してよね。いい、約束だからね。アメスさん、そろそろ。もう分かってるわよ。今日はおしまいってことで。じゃあね、バイバーイ。